こんにちは、こんばんは、ボナーチャンネルのヤナヤス、ボナーボナー。本日はプロスペース実況を頑張っていきたいと思います。本日の企画はこちら。はい、ということで昨日の更新でやってまいりました。こちら、お一人様10回まで自チーム確定スカウト、こちらを今回ねやっていこうと思います。それで一緒にですね、上に A ランク確定スカウトも来てますね。このね2つのガチャね、結構スルーしてる人多いと思うんですが、場合によっては結構なね神ガチャなんですよね。いつもはね、あのランキングイベント中に来て、あのイベントボーナスがねあのつくよっていうガチャなんですけど、まあ、今回はねイベントボーナスがない、マッチングトラベラーをね、まあ、開催してるということで、まあ、今回はイベントボーナスとかは関係ないんですけども、こちらのガチャをね引いていこうと思います。今回やっていきたいのは下ですね。これお一人様10回で1回25エナジー、まあ、つまり10回まで引くと、まあ、いつものね10連分のガチャなんですけど、純正やってる人はまあまあ僕が言わないでもね、まあ引いてるんじゃないかなっていう人が多いと思います。これ言い換えるとですね、10連で A ランク以上3枚確定で、しかも S ランクの確率が上がってる回が2回あるっていう素晴らしいガチャなんですよね。ここは、まあ純正をやってる人は強く、やるべきかなと思います。まあ正直今エキサイティングに向けてね、まあ、エナジー貯めてる人多いとは思うんですが、ここでね10連分、まあちょっと余裕があるよっていう人はね、もう強く引いておくべきかなと僕はおすすめしたいですね。まあ、多分 S ランク確率の登場2倍っていうのは 5% だと思いますね。そうですね、やっぱ 5% ですね。いつも 2.5% なんで 5% に、なってますね。そんでもってね、まあ僕は巨人純正でやっているということで、今回これを引いていきたいんですけども、今所持していない S ランクの選手は5名ですね。まあここを抜いていきたいですね。特に坂本、岡本のここの2人はね、もう早めに、まあ超主軸なのでゲットしておきたいですね。パーラ選手もまだ未だにね、あの持ってないので、持ってないという点では欲しいかなと思います。でね、A ランクを今回は見ていきたいんですけど、A ランクもですね、意外と結構出てない人がいるんですよ、今回。まあちょっと一気引きがね、まだあんまりできてないんですけど、今年になってから。まあそれはあると思うんですが、まあ、A ランクもまだ5名持っていない選手がいるというところで、ちょっとここもね、あの、まあ後々の育成に結構関わってきますので、早めに、ゲットしていきたいと思います。なのにね、ビエイラ選手とかもう、何枚っていうぐらい出るんだよね。あるあるですね、こう偏るのは。もちろんね、こっちの A ランク以上の確定のスカウトもね、あのスピリッツ解放とか、まあ、結構 A ランクは使いますので、まあ、その A ランク足りないなーっていう人はね、まあ、引いていってもいいと思います。まあ、普通に考えて5連で全部 A ランク以上確定って、普通にガチャ回してる人だったら、めちゃめちゃね、ああ、いいなって思ってくれる人は多いと思うんですけど、まあ、もし余裕があるなら、こっちも引いていくべきかなと僕は思います。ということで、10回ですね、引いていきたいと思います。今回ね、これ引こうと思った理由はですね、この更新来た日、昨日だったかな、更新来た時にちょうどエナジーが250ジャストだったんですよ。まあ今ちょっと増えちゃってるんだけど、これってなんか引けってことなのかなみたいな、ピピって来たんですよね、その時に。でもお告げが来ました、神様からのお告げということでね、今回も S が当たってくれるんじゃないかなと思います。まあ当たんなくてもね、 A ランクが確定なんでね、そこは美味しいかなと思います。それでは10回やっていきたいと思います。さあ行こう、1回目。あー出ない。ちょっと途中の演出もね全部見ていきます。今回は特にかな、いいかな。あれ、これって A だよね、 A の演出だよね。これ A の演出じゃなかったでしたっけ、緑になるの。これも A の演出か。いやー、いい、ニュー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 、ありがとうございます。桜井投手、桜井選手の A ランクなかったんだよな、ちょうど。しかもさあ、これで称号チャレンジ用の A がね溜まりました。ありがたいです。うわ、これほらもう来てください、もうお告げが来てますよ。一発目から確定じゃないところから A 出てます。これはいいね。ちなみに今、現在5時半過ぎなので、全然夜中とかではないです。さあ2回目いきましょう。演出見ると楽しいな、このなんか1回1回だけど、ちょっとめんどくさいけど。さあ2回目どうなる、緑になってくれ、緑になってくれ。あー、これはちょっとダメそうですね、この回は。さあどうだ、あー沢村選手、いや、いいいいいい、次も確定ですから、 A ランク以上確定ね、 A ランク以上だから S の可能性もあります。3回目、さあどうだ。うお、あー、でも月が出てるだけか、流れ星が来たら S だよね。さ、調子くんレッツゴーがマジでうちのアカウント来ないんだよ、どうなってんの。あら、燃えなかった。ダーン、
A かな。大城選手いいね。大城選手も A ランクは確か1、2枚とかだったかな。うん、 OK ですね。さあさあ次は4回目は何もないんですけど、5回目で S ランクのね確率が上がるので、そこは楽しみですね。4回目ですよっ、来ないか。あーちょっと4回目ダメそうだな。よいしょ、あー B ランク住谷選手。まあ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 いいでしょう、いいでしょう。さあ来ました5回目です。ここで S 欲しい。まあ、5% なんだけどね、 5% 引きたいよ。さあ S ランクの確率2倍いきましょう。さあ来てくれ。あーちょっと望み薄いか。あーダメそうか。頼む来て。ダメそう。あーダメだな。ダメですね。早っ、ボール早っ。はい D。 くそー、お告げは何だったんだ。今山場から今どんどん下がっていってますよこのガチャ。まあ10回目でね出てくれれば、まあまあ終わりだけどそれとよしなんでね。こういうのあんま喋ってるとフラグになるんだよな、やめよう。6回目です。6回目何もないんで、まあ B かな。うーん、また B 臭いですね。おーい、ニューが来ねえ。ニューが B でも一回ニュー来てくれ。いや B じゃよくねえな。はい7回目 A ランク以上確定。 A ランク以上確定お願いします。おいしょ。うえー調子くんレッツゴーだー。さあ青くならないかい。さあドーンと。そうだ、おいしい、いい。菅野選手、菅野選手は2枚目の限界突破がこれでマックスぐらいかな。じゃあ A ランクのエキサイが追いついてないんでね、ちょっと急ぎます。エキサイティング取るか悩むんだよね今。まあちょっとコンボがあるから、うーん取るべきかなと思うんだけど、菅野投手のために60連かってもうちょっと思っちゃう正直。赤字チャンネルなんでね、黒字チャンネルにしていかないとまずいですね。はい、8回目9回目は特にないかな。10回目が A ランク以上確定の S 確率2倍なんで、ちょっと楽しみは10回目ですかね。調子くんレッツゴー久々に聞いたわ。よいしょ、8回目どうでしょう。ダメかな、いいかな。うん、いや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 、今のところちょっと何とも言えない感じになってますよ。9回目何もないところから S も出るからねこれね。そんな幸運な人はなかなかいないと思いますけど、9回目も、あやばいやばい、おっしゃったおっしゃった。9回目も何もないかな。ない、あニューだ、 B のニューが来た。大城選手、はい、ということで9回目まではちょっとうーんっていう感じですか。ラストです、まあ、全てはこのラストのためにねあったのではないかということで、ラストこの10枚目を引いていきたいと思います。 A ランク以上確定の S の確率2倍、ラスト頼むぞ。このために引いたんだよ、 S 来てくれ。いやーちょっと今のところ望み薄そうです。この先に期待しましょう。青くなれ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 青くならない、頼む、あー頼む頼む頼む、笑って笑ってくれない。 S 来い、あーチーン。まあそういうことですよ、思い立った時。そうこのガチャが来た瞬間、エナジーが250だと思った瞬間に引かないとダメなんですよ。思い立ったら吉日みたいな確かことわざがあるじゃないですか。っていうことはそれ以外は今日なんですよ。そういうことです。はい、ということで今回は純正向け、自チーム確定スカウトを10回回していったんですけども、まあ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 
結果から見たら S は出なかったんですけど、まあ育成的に考えると純正ね、まあ巨人の A ランクの選手がたくさん集まってはいるので、まあまあそこに対しては効果はないかなと思いますので、まあまあコツコツね育成やってって、まあ S が当たった時にねちょっと備えたいと思います。今後もコツコツ頑張っていきますので応援よろしくお願いします。それではこの動画がいいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。チャンネル欄の横の通知ボタンを押していただけたら、動画があったらすぐに通知が飛んでいくのでぜひそちらの方も押してください。ということでまた次回の動画で会いましょう。バイバイ、見てくれてありがとう。